さあ行くぞ。はい、しばです。今日は2歳新馬戦、2歳未勝利戦の実践編ということでやってまいります。まず札幌の1レースですね。木曜日の予想動画で推奨させていただきましたレガーロデルシエロ、これまあ 1.2 倍ということでね、単勝的にちょっと売れすぎましたんで、これはもう見学ですね。うん、まあ、このオズはもうリスクしかないですからね、当たって当然、まあ勝って当然みたいなので、これはまあパスさせていただきます。その代わり今狙っている馬がですね、新潟1レース2歳未勝利戦芝 1400m のまあシカゴスティング、はい、こっち狙ってます。まあ狙ってるんですけれども、直前で結構買いが入ってまして、今単勝が 2.8 倍かな。まあ思ったよりちょっと売れちゃったなという感じで、この馬のね、買い材料としては、あの父方母方の血統ともに新馬戦よりも2000目向き、父のロゴタイプですね、そして近親にいる馬たち、この馬たちの、戦績を見ても初戦よりは2000目の方がね、数字を上げてきてますので、今回戸崎騎手なんですけれども、まあ、うまく乗ってくれるんじゃないかなと思って期待しております。はい、ジャンプ重賞の方の予想やっていきます。新潟ジャンプ重賞ね、午前中で行われるっていうのはすごく珍しいらしいんですけれども、まあいいんじゃないですかね、涼しいうちにやった方が、暑くなると大変ですからね。そこで買いたいのは、あの2番の単勝、サクセッションの単勝を買っていきます。これですね、まあ6歳馬、まあ、6歳馬がこのレース、いいのでね、6歳馬がデータ的には買い目が大きいので、あと合成オッズ的にもですね、これ 6.8 倍も今ついてるんですけど、締め切り5分前ぐらいかな、ちょっとね、つきすぎ、はあ、まあはっきり言ってね、結構つけてくれてるなという感じですよ。本来なら5倍弱ぐらいでも仕方ない馬がね、これだけついてる、まあ重賞なんで午前中の未勝利戦とは違ってそんなにオッズは動かないと思うけれどね、はい、フォッサマグナは前走の勝ち方がすごく鮮やかですけれども、データで調べたところですね、前走ね、強い勝ち方して前がビサで勝っていうのは、まあ、それはあんまり関係ないですよね。結局障害点は流れでありペースであり、それで飛越の問題でもあるのでね、それがうまくいった馬が勝つ、それだけのことですからね。前走むちゃくちゃ離したからとか、前走ほんの少しだったからとか、それは関係ないですね。前走から上積みがどれだけあるか、そういう意味ではね、7歳馬のフォッサマグナとポッコーメビスを少し下に取らせていただきました。はい、ちょっと楽しみですね。これ作成者とフォッサマグナのね、ワイドで結構悩んだところなんだけども、単勝はね、まあ異常についてるということで、これだったらね、2割ぐらい勝ちゃいいので、5回に1回ぐらいなら、まあ、データ上ね、全然可能性ありますんで、はい、こう買ってみました。よろしくお願いします。やはり逃げて3連勝していたフォッサマグナが今回逃げられなくなったらどうなるか、逃げて強いレースをしていた馬が逃げられなくなって、また今回は北高メビウスに絡まれるわけですけれども、強い馬などに絡まれた時にペースを乱して大きく負けるというのは非常によくあることですよね。ここは北高メビウスに絡まれたということがまあ非常に大きかった、まあ、単勝 2.0 倍にさせてしまったのはね、これはファンの責任もあると思うね。もし北高メビウスに絡まれずに気持ちよく先頭を走れていれば、自分のペースで走れていれば、ここまで大敗はなかったと思いますし、北高メビウスに関してもね、これ休み明けでどれだけ復調しているかっていうのは分からなかったですからね。まあ結果論、終わっての結果論ですけれども、2番のがね、きちんと勝ったのは、まあこれは必然だったかなと思いますよね。そしてこの新潟ジャンプステークスですね。このレースというのは3走前に障害の未勝利を勝った馬が非常に強いレースです。なるべく若い方がいい。その中で3走前に、未勝利戦を勝って、障害未勝利戦を勝っていった馬というのはサクセッションとフォッサマグナの2頭で、このサクセッションという馬ですね、上り調子にあったというのはもう間違いないですね。逆にフォッサマグナの方がちょっとわからない面もあった。そして思い出したね、このサクセッションというのは私、新馬戦も買ってますね。平地能力が豊かな馬でクラシック候補だった馬。それがね、障害に入ってきて、こうやってね、勝利を得るというのは、まあ非常に良かったと思いますね。まあ、惜しむなくは単勝オズがね、6.8 倍から 5.9 倍まで一瞬の間で落ちてしまったということでね、まあ競馬というのはそんなに甘くない。なかなか勝たせてくれないなというのも痛感させる一戦にはなりましたね。